こんにちは。今回はこのマルジェラの 5AC バッグを使った夏のルックブック動画を撮っていきたいと思います。私が過去に出したこのカバンの購入時の動画だったりとかレビュー動画を見てこのチャンネルを知ってくださった方が結構いるのかなというふうに思っているんですけど、カジュアルな格好にもきちっとした格好でも女性らしい格好でもこうどんなお洋服にも合わせやすいところが一番買ってよかったなって思っている点だったので、今回ルックブックという形で動画を出してみようと思いました。鏡越しでコーディネートを映すような撮影の仕方になってしまってるんですけど、その点だけご了承ください。ということで早速コーディネートを紹介していきたいと思います。スタート。I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. こんな感じにしてみました。このコーディネートはこの 5AC を購入した日の動画で着ている組み合わせです。もうそっくりそのまま一つ入れてみました。でこのトップスはユニクロで買える1000円の T シャツレディースなので、結構こう小さめの作りになってるので私は L サイズを着てます。でパンツはユナイテッド東京のもうね2年前くらいに買ったので今は買えないみたいなんですけど、ユナイテッド東京結構綺麗なスラックスとか同じような商品はあるのかな、ちょっと分かんないですけど、この形のパンツはよく見るので結構おすすめです。で実際に20年21年、今もうこのパンツ履き始めて3年目なんですけど、こんな感じで全然綺麗、作りがしっかりしてるので、こういうなんだろうな、長年履けるパンツはいいものを買って長く履くっていうのが個人的にはいいかなっていうふうに思いました。結構流行りがあるパンツとか、あとなんか今年しか着なさそうだなみたいなものは結構安いものを買って飽きたら捨てたりとかするタイプなんですけど、こういう黒のスラックスとかはやっぱりずっと履けるので、これは本当に買ってよかったなと思います。 I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts toはい、続いてのコーディネートがこんな感じです。トップスがユナイテッド東京でスカートがパブリック東京のものです。こんな感じです。でアクセサリーはいつも通りですけど、トムウッドとエルメスとこれが結婚指輪ですね。最近ブレスレットをこのヴィンテージのティファニーのものをつけてます。こんな感じです。You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. 続いてのコーディネートこんな感じです。この辺開けるとすごいスッキリする女性らしい感じに見えるので、結構キャミソールの上にシャツとかを羽織ることが結構多いです。パンツがセピエのもので結構お値段したんですけど、なんか白だし汚すのが怖くてもっといっぱい着て元を取らないとなと思っているのがこのパンツです。でシャツは
5000円くらいですごいお手頃なのに結構可愛くて気に入ってます。これがギャラルダギャランテの去年そうですね、去年購入しました。こんな感じです。これは全部入れてもいいと思います。ユニクロのパンツでね、どうかな、結構ね意外と形が綺麗で4000円くらいで買ったんですけど、結構ね形良くて色も可愛いので割とお気に入りです。下のパンツはこの間先週くらいに買ったので今も売ってると思います。がこんな感じです。このトップスが H で買ったんですけど6のものです。でパンツがグリーンルーム行った時に買ったんですけどローズバットのショートパンツですね。ね、このパンツがここが結構緩い感じなのでウエストで履く場合はベルトをするか、ちょっと私今ベルト可愛いのがないのでこんな感じで腰で下げて履いてみました。違うんですけど帽子をかぶり忘れていました。帽子はねこんな感じです、うん、これはグリーンルームで行った時に出店してるお店で買ったんですけど3500円で買えてめっちゃお買い得というかお気に入りです。お友達とお揃いで買いました。うん、形もすごい綺麗だし色も可愛いしっていうのでめちゃめちゃ気に入ってます。私の骨格的にあんまりウエストがないタイプなのでワンピースとかだと結構形を選ぶんですけどこれはすごく綺麗に着れるので気に入ってます。はい、ということで今回の動画は以上になります。実はエンディングの動画を撮るのを忘れていたのでちょっと急遽着替えて撮っているんですけど少しでも 5AC バッグの魅力が伝わっていたらいいなというふうに思ってます。と背景がこう鏡に映した時の背景がどうしてもこう黒なので黒いパンツとか履いてる時にすごい見にくかったと思うんですけど、ね、どうしてもこう白背景でこう撮れるスペースがなくてすいませんでした。ちょっと見にくくて申し訳ありませんでした。で私自身そんなにお洋服数は持っ
てないし、そんなにファッションを語れるようなタイプではないんですけど、また思いついたらやろうかなというふうに思います。で、 YouTube をメインで頑張ってるんですけど、おまけ程度でインスタの方も頑張って更新しているので、よかったらフォローしていただけるとすごく嬉しいです。で、もし見てくれてる方の中で動画のリクエストとかがあったら、ぜひコメントとかインスタグラムの方に送っていただけるとすごく嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画もよかったら見てください。バイバーイ。